はようございます、こんにちは、こんばんは、関口亜美です。今日はお知らせがあります。なんと私の作ったゆるキャラひよこうさぎの LINE スタンプができました。私がね作ったゆるキャラひよこうさぎでみんながコミュニケーションを取ってくれたら嬉しいな、こんな言葉があったら楽しいかなとか、こうみんなが使ってくれる漢字を想像しながらワクワクして作らせていただきました。 LINE をやってる方ぜひぜひ、概要欄にねリンク貼りましたので使ってみてもらえたらとても嬉しいです。我ながら割といい感じにできたんじゃないかなと思います。まあ、ただとってもゆるくゆるく作ってるんで、まあ、ゆるいふんわりした気持ちで使ってみてください。そしてですね、最近こう皆さんのおかげさまで、ね、動画以外でもテレビとか雑誌とか新聞とかイベントとかいろんなものに出させていただく機会が増えて、本当に嬉しく幸せに思ってます。これからもですね、動画もちょっと最近バタバタして動画の更新頻度が落ちてて申し訳ないんですけど、動画も楽しくやりつつ、他のねテレビやイベントなどもやらせていただいて、こう動画とね他のメディアの壁を壊すような存在になれたらいいなと、まあ、くだらないこととかね楽しいことをしながらそんなことも真剣に考えております。そうやってやれるのも本当みんなのおかげなので、いつもありがとうございます。ということで、まあ、ゆるっとしたお知らせと、まあ、大事な気持ちの動画でした。またね。この間たまたま気づいたんですけど、 Amazon の電動マッサージ機のレビュー欄が、まあ、普通の使用感を書いている人と明らかになんか違うことを書いている人の話がねこう交互に並んでて、なんだか静かな戦いが起きているような感じに